こんにちはしギちゃんです原夏子ですしギちゃんの脱炭素って何第45回スコープ3算定編カテゴリー14フランチャイズを解説していきたいと思いますフランチャイズですかコンビニとかファミレスのことですよねはい脱炭素アドバイザーの試験を受ける人はもちろんフランチャイズを主催している企業の算定担当者にもぜひ聞いていただきたい内容になっています カテゴリー14はフランチャイズの算定ということですがどのような算定を行うか気になります。そうですよねということで今回はカテゴリー14の概要と算定対象範囲を確認し次にカテゴリー14の算定をするために必要なデータを確認し最後に実際の算定例を確認する3本立てでいきたいと思います。わかりまましした早速解説をお願いしますでは最初に カテゴリー14の概要と算定対象範囲についてですあ、ちょっといいですかその前にフランチャイズっていうのは改めてどのような業態を指すんでしょうか企業が自社の商標や販売経営ノウハウを他社に与える代わりにロイヤリティを支払ってもらう仕組みのことを指しますノウハウを与える側を主催者受け取る側を加盟者と呼びますさっきなっちゃんも言ってましたがコンビニやファミレスはフランチャイズ展開を行っている事業者が多いですはい またその他にも居酒屋やラーメン屋、雑貨店、学習塾などフランチャイズ展開を行っている事業者はたくさんいますいろんな業種でフランチャイズが行われているんですね理解しましたカテゴリー14はこのフランチャイズに焦点を置いた算定で算定を行うのは自社でフランチャイズの主催を行っている場合にフランチャイズ加盟者における排出を算定しますなるほど、カテゴリー14は 自社がフランチャイズ主催者の場合、算定を行う必要があるんですねはい、そうなりますでは、算定範囲も見てみましょうカテゴリー14の算定範囲は、フランチャイズ主催者が算定対象者でフランチャイズ加盟者がスコープ1・2が算定対象範囲になりますただし、フランチャイズ主催者が特定連鎖化事業者の場合この算定範囲を間違えてしまう可能性があります特定連鎖化事業者ですか 特定連鎖化事業者というのは省エネ法で定められている事業者のことでフランチャイズチェーン事業を行っている主催者かつフランチャイズ加盟者を含めた全体の原油炭酸エネルギー使用量の合計が年間1500キロリットル以上である事業者が対象となりますその場合はエネルギー使用量を国に届け出る必要があり温室効果ガス排出量算定報告公表制度いわゆる SHK 制度 の対象事業者にも指定されることになるので CO2 排出量を毎年国に報告しなければなりません特定連鎖が事業者に指定されることで CO2 の排出量の報告が必要となることがどう算定範囲を間違えることにつながるんでしょうか先ほど説明した通りカテゴリー十四はフランチャイズ加盟者のスコープワンツーの排出量が算定範囲になると説明しましたがはい SHK 制度にてて報告した CO2 CO2 排排出出量量はフランチャイズ加盟者の CO 排出量も含まれていまれいすスコープ12に SHK 制度にて報告した CO 排出量をそのまま利用することがよくありますがその場合カテゴリー14にてそのままフランチャイズ加盟者のスコープ12を算定して報告してしまうと二重に報告してしまうことになってしまいます。 ということは特定連鎖化事業者の場合はスコープ1・2に SHK 制度の CO2 排出量そのまま使用してはいけないということでしょうかそうですねスコープ1・2とカテゴリー14の算定範囲を明確にして抜け漏れや重複がないようによく確認しましょうしぎちゃんカテゴリー14の概要と算定対象範囲が分かりました良かったです、はい、では次にカテゴリー14の算定に必要なデータを見てみましょう カテゴリー14は概要で説明した通りフランチャイズ加盟者のスコープ1・2に該当しますつまり必要な活動量はフランチャイズ加盟者のガスや燃料の使用量と電気使用量が該当するということですでは排出量を求めるには燃料や電力量ごとの単位発熱量と排出係数が必要になりますねはいその通りです算定自体は特別難しいっていう感じではありませんねこれも算定自体が大変というより 他のカテゴリーのようにデータを集めるルールや仕組みを考える方が大事そうですそうなんですフランチャイズ加盟者ごとに燃料使用量や電気使用量を集計する必要があるのでどのように集計すれば漏れなく確実に算定できるのかこの検討が大事ですねはい例えば主催者が管理するエネルギー管理システムに各加盟者がアクセスし毎月の電力使用量や燃料使用量を入力する仕組みを作り算定時に集計できるよう準備しておくなどが考えられます なるほど、それは大事なことですねはい、そういうことなんですありがとうございますしぎちゃん、カテゴリー14の算定に必要なデータがよくわかりましたでは最後に算定例を一緒に見てみましょう <noise> こちらはフランチャイズ加盟者の店舗 A、B の排出量を求める例ですスコープ1、2を算定する感覚で進めればいいんですよねそうですでは電気使用量の排出量を求めてみましょう ここでは全国平均係数を便宜上使用していますが本来は各店舗が契約している電気事業者ごとの排出係数を使用してください。わかりましたそうなると店舗 A は50万 ×0.000438 で219トン CO2 で店舗 B も同様に求めて CO2 ですね合計すると350.4トン CO2 でしょうか正解です 算定できましたね。はいちなみに、例題は電気使用量のみですが、都市ガスなどはどのように算定を行うんでしょうか。都市ガスについては、令和六年度より排出係数が変更となることもあり、SHK 制度の資料にも。二千二十四年四月時点では掲載されておりませんので、今回は割愛させていただきます。ありがとうございます。カテゴリー十四の理解が深まりました。よかったです。では、今回のまとめをお願いします。一、カテゴリー十四は。 フランチャイズ加盟者のスコープ1・2の排出量を指す 2. フランチャイズ主催者が特定連鎖化事業者の場合はカテゴリー14を算定する際に算定範囲の重複がないように注意する特定連鎖化事業者かどうかは省エネ法で指定されますのでカテゴリー14の算定の際には気にかけましょう今回は以上となります高評価・チャンネル登録をお願いします